ペトリチは、ブルガリア南西部、ブラゴエブグラト州の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ベラシツァ山脈のふもとに位置している。ペトリチは取り囲む、山々の景色で有名。ペトリチは、ボリス一世の第一次ブルガリア帝国の時代に、ブルガリアの領域に加わった。中世、サムイロの時代には、ペトリチは、ビサンティン帝国に対抗するための、 重要な要塞であった。オスマン帝国支配下の時代には、ルメリ州のセレズ地方の一部とされた。その後ペトリチは、バルカン戦争によって、ブルガリアに編入されるまでの間、セラニク州の一部を成していた。1925年のペトリチ事変の際は、一時長は、ギリシャ軍に占領された。町は、タバコ産業、果物、野菜の生産の拠点となっている。 町には二つの機械工場があり、それぞれ水域系とクレーンを製造している。グリーンハウスではピーナッツを生産している。南極大陸のサウスシェトランド諸島、リビングストン島にあるペトリチ峠は、ペトリチにちなんで命名された。ペトリチ基礎自治体には、中心となっている町、ペトリチを、はじめ、次の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。 ありがとうございます。